貸切カヌー付きのグランピングがめっちゃ楽しかったからマジで聞いて。チェックインしたらもうそこはアメリカの街。ケビンについてる桟橋には自分だけのカヌーがあって、好きなだけ遊べるの。最高。水は透き通ってて綺麗だし、ジャングルクルーズの気分だった。テラスにはハンモックもあるし、海外風のバスタブもあって、おしゃれ。夜はグリルでお手軽バーベキュー。朝ごはんは焼きたてのフレンチトースト食べ放題。キャビンにはふかふかのベッド、シャワー、トイレもあって。快適。そんなここは滋賀にあるエバーグレイズ琵琶湖。滋賀のおすすめスポットある人コメントで教えてね。